はい、じゃあね、動物の組織の話をしていきます。まず動物の組織といえば4つですね。4つ入るかな？あ、入んない。上皮組織、結合組織、筋組織、神経組織。覚えました？上皮組織、結合組織、筋組織、神経組織、神経組織、筋組織、結合組織、上皮組織。まずこの4つはね、空で言えるようにしておきましょう。で、あとね、それらの具体例もしっかり捉えておきますか。まあ、上皮組織ね、まあ、神秘とかその関係なく、表皮ね、まず表皮。うん、網膜もそうだし、消化管の内壁、まあ、絨毛とかですね。あの辺のことを、上皮組織と言います。で、表皮がどこまで表皮かっていうね、まあ、あそこ何層にもなってるじゃないですか、表皮って。その、表皮がどこまで表皮やねんっていう話はちょっとストップ。表皮ぐらいで軽く押さえててください。次。結合組織。まずね、これが一番大事かな。血液。血液ってなんかさ、結合のイメージとこう、あんまり繋がんないから、ちょっと センターではよく狙われていきます。で、あとは、腱ね。腱ってのは、その、筋肉と骨をくっつけるだから、そのくっつけるって意味で、結合組織って意味があります。あと、骨。まあ、骨はまあ、固まるイメージあるでしょ。骨があるから立ってられるし、骨があるから筋肉がずれ落ちないでね、しっかりピタッと、あるべきところに収まってるっていうことですね。筋組織、筋肉の話は、ここで詳しくやっちゃいますか。まず、大毛筋。こう、しましまが入ってる筋肉ですね。筋肉にこう、しましまが入ってる。筋肉ってイメージすると、こういうしましまが入ったのイメージしません？よくさ、その図とかで出てくる筋肉ってしましま入ってるでしょ？このしましまが入ってるのは大毛筋。大毛筋はね、まず、多角なことがあり、あ、角って言ってしまっちゃった。角が1個じゃなくて、2個とか3個ある細胞が、骨格筋にはあります。いいですか？大毛筋で、多角で骨格筋。で、心筋は、単角です。この違い結構狙われるかも。大毛筋は骨格筋と心筋だと。で、これの違いは何ですかというと、骨格筋は多角、心筋は単角です。大丈夫ですか？で、もっと言うと、骨格筋は自分で動かせます。ペンを掴む。これ骨格筋の働きですね。でも、心臓を動かす。これは自分の意識で動かしてますか？じゃあ、1分間に5回動かしてください。1分間に20回動かしてください。自分で調節できないよね。ってことは、付随筋です。自分の意識では動かせない付随筋って筋肉です。次、平滑筋。これは内臓ですね。内臓系。内臓の筋肉は平滑筋です。で、これも単角ですね。単角。です。OK ですか？平滑筋は内臓の筋肉で単角だと。自分で動かせますか？動かせませんね。OK。だから、付随筋っていう名前です。詳しくは、第4問の、マッハシリーズ第4問の筋肉ってところで話してるので、そこをチェックするように。で、神経組織ですね。神経組織。まあ、ニューロン、脊髄の、もろその感じだね。もろそんな感じです。で、一応ね、組織のこう名前、構造はちょっと触れてますが、ここは頭の片隅にね、読んで、ああ、そうなんだってぐらい読んで、ああ、こんな感じなのかっていうのを捉えてくれればいいなというふうに思います。しっかり、何組織は何なのか、何組織はどんなことがあるのか、しっかりそれを二つね、つないでください。つないで覚えてください。じゃあ次進みますか。